ジョセフ・ダドリーは、イングランド領アメリカ植民地の行政官である。マサチューセッツワイ植民地、ロクスベリー生まれで、父トマスはこの町の創設に貢献した、初期入植者の一人であった。ダドリーは、評判の悪かったニューイングランド自治領政府で、指導的役割を果たしたほか、ニューヨーク植民地議会の議員を短期間務め、その間、ライスラーの反乱の首謀者である、 ジェイコブライスラーの有罪判決の監督もした。1690年代には、ワイト党の副総督を8年間務め、そのうち1年は、イングランドの下院議員も務めた。1702年に、マサチューセッツ湾直轄植民地とニューハンプ社、植民地の総督となり、1715年まで、その職にあった。ダドリーのマサチューセッツ統治は憎悪と緊張に満ちた。 ものであり、政敵たちは、ダドリーが求めた定期的な報給の支払いや、講師にわたる、様々な要求に、ことごとく反対した。ダドリーの人気の大部分は、安城戦争の時期であり、マサチューセッツもニューハンプシャーも、ヌーベルフランスと国境を接する最前線地帯で、大なりこなり、フランスとインディアン連合軍による襲撃を受けていた。ダドリーは、1707年に、 アカディアの首都ポートロアイアルの攻略を画策したが、失敗に終わった。1710年には民兵を招集して、再びポートロアイアルを攻め、これは成功した。そして1711年には、ケベックに向かうイギリスの遠征隊を指揮したが、これは失敗した。ダドリーの総督としての統治は、結果として、 イギリス本国の植民地統治への反発を組織的なものに育てることとなったが、最も頻繁にその契機となったのは、直轄植民地の行政官の報給をめぐる反発であった。植民地の立法府は常に総督の特権に異議を唱え、論議を巻き起こした。この反感はアメリカ独立戦争を経て、 イギリス支配が終焉するまで、歴代のマサチューセッツ総督にも向けられたものであったが、これに対し、ニューハンプシャーの統治は、比較的穏やかなものであった。ジョセフ・ダドリーは、1647年9月23日、マサチューセッツ植民地、ロクスベリーに生まれた。母は、キャサリン・デートン・ハック・バーン、ダドリー、父は、マサチューセッツ植民地の創設者で、 行政官の一人であったトマス・ダドリーである。ジョセフが生まれた時、父トーマスはすでに70歳と老いており、彼は母親と父が1653年に死去した後に母親が再婚したジョンアリン牧師に育てられた。ダドリーは1665年にハーバードカレッジを卒業し、1672年に自由市民として認められた。 1673年にマサチューセッツ植民地議会のロックスベリー代表となり、1676年には植民地顧問会議員に選出された。1675年にフィリップ王戦争が起こり、ダドリーはインディアン相手の植民地部隊に弁務官として同行した。グレートスワンプファイトに参戦し、ナラガンセット族に決定的勝利を得た。何年かを、 ニューイングランド連合の弁務官として過ごし、当局を代表して隣接するインディアン集落に外交の任務で派遣された。また、マサチューセッツと隣のプリマス植民地の境界線について交渉する委員会の委員でもあった。ウィリアム・ストートンニューイングランドの植民地の統治は、マサチューセッツやコネチカット、ロードアイランドなどでは自治の程度が強かった。しかし、 特に、マサチューセッツ湾植民地は、公開条例を遵守しないことが本国で問題となり、1660年代から、チャールズ2世による監視が強くなり、1670年代末には、監視は事実上の脅威となった。1676年に、ニューイングランドに、総督のエドワード・ランドルフが派遣された。 彼の仕事は関税を集め、公開条例の効力を強め、問題点の一覧を文書化し、その申し立てを、ロンドンの商務員に持っていくことだった。この圧力にどう応えるかで、植民地の指導者層は2分された。ダドリーは、議系のサイモン・ブラッド・ストリートや、ウィリアム・ストートンともども恩恵派で、国王の要求を聞き入れることを指示した。 恩健派と対立していた強硬派は、植民地の諸事業に介入しようとする国王の策動に反対していた。これらの派閥は階級によって分かたれていた。上院にあたる植民地顧問会の議員を務める、裕福な地主や商人は恩健派を支持し、一方、大議制の下院議員は強硬派を支持した。ジェームズ2世1682年、マサチューセッツは、 ダドリーとジョン・リチャーズをこの件におけるマサチューセッツ代表委員として商務員に派遣した。ダドリーはプリマス総督トマス・ヒンクリーの植民地長官ウィリアム・ブラス・ワイト宛ての紹介状を持参していた。この時以降ブラス・ワイトと良好な関係を結んだことがダドリーの植民地行政官としての将来の成功に寄与したが植民地の側では ダドリーの動機や能力が植民地の権益代表として適任化という疑惑を広めることにもなった。ダドリーたちの植民地代表としての権限は限られていたが、商務員側は国王が植民地の自治を許可した直居上の修正を交渉する権限が植民地代表に与えられているべきであると植民地側に対して主張した。強硬派の多い立法府は この要求を拒んだ。直挙の無効化を要求する権限解除令状が直ちに発行されることとなった。この令状は直挙上の放棄を要求するものだった。1683年の末、ダドリーがこの知らせをボストンに持ち帰ると、立法府での議論が白熱化し、強硬派がまた優勢になった。強硬派の中心人物の一人で影響力のある、 聖公会の牧師であったインクリースマザーはダドリーやブラッドストリートのような恩恵派を植民地の敵として避難した。ダドリーと共にマサチューセッツ代表委員として商務員に派遣されたリチャーズはロンドンで敵意にさらされたにもかかわらず強硬派に組みしたので強硬派の憎悪はもっぱらダドリーに向けられ結果として ダドリーは1684年の選挙で落選し上院議員の資格を失った。この一件をきっかけにダドリーは自身の出世の手段としてロンドンで密かに直挙の取り消しを企んだのだという非難が広まった。ダドリーはエドワード・ランドルフと現状の統治形態に変わる統治について話し合ったとされているがその話し合いは 権限界事例上の発行前のことではなかった。このことは、ダドリーが、植民地の統治形態の現状に反対していること、植民地代表としての職務に反していることの証拠とされた。ダドリーとの議論を通してダドリーが気に入ったランドルフは、選挙に落選したダドリーは、国王の忠実な進化になるだろう、と考えるようになった。その結果、 1684年の遅い時期に、ボストンでは、ダドリーが、総督に任命され、ランドルフが、その代理として、実権を握るのではないか、という噂が広まった。1684年、直挙は無効となり、商務員は、ニューイングランド各地の植民地を、ニューイングランド自治領という一つの植民地に、統合する計画を立て始めた。 ジェームズ2世が1685年に王位についた時もこの計画は進行中だった。しかし、次期総督予定のサー・エドマンド・アンドロスへの委任状の寄贈に問題が生じ、ランドルフは暫定的に総督の任にあたるものを任命することを提案した。ダドリーはランドルフの推薦によりこの仕事に選ばれ、1685年10月8日に ニューイングランド自治領評議会議長とする任命書が交付された。ダドリーの職務の領域の範囲は、マサチューセッツ、ニューハンプシャー植民地、メイン植民地、そして現在のロードアイランド州の南部で、当時は紛争地域だったナラガンセットカントリーであった。ランドルフは、植民地長官を含め、総督を補佐する多数の職務に任命され、植民地において、 少なからぬ権力を与えられた。ランドルフは、ダドリーの委任状をもって、1686年5月14日に、ボストンに着いた。そして、ダドリーは5月25日に正式にマサチューセッツに、着任した。彼の統治は、最先のいいものではなく、多くのマサチューセッツ評議会の議員たちが任務を拒否し、ダドリーは、面会を拒否した。 インクリースマザーと和解できなかった。ランドルフによれば、ピューリタンである行政官たちは、神が私をこの地に再び上陸させるようなことはないはずだ、と考えていたが、そうならなかったので、この上なく身勝手な方法で自分たちの力は、史上かつてないほどに大きいと主張し始めたのだという、ニューイングランド植民地軍の士官の選挙でも、 士官たちの多くが軍務を拒否したために妥協が強いられた。ダドリーは多くの裁判官を任命したが、彼らは外して政治的に恩恵で、かつての直教をめぐる論争でも、国王の要求を聞き入れる側の方だった。ダドリーはまた、ニューイングランド北部のインディアンとの条約を更新し、自らの地位を正式に確立するために、6月にナラガンセットカントリーを訪れた。 ダドリーは、ニューイングランド自治領の歳入を十分に上げられず、かなりの不評を買った。ダドリーに移植された権限では、歳入に関する新しい法の導入が認められて、おらず、マサチューセッツの政府は、直居の執行を先読みしていたため、1863年に、この手の法律はすべて無効になっていた。さらに、残された数少ない歳入についても、それは、 旧政府時代に決められた、従って無効なものだとして多くの者たちが支払いを拒否した。ダドリーとランドルフによる成功会の導入は財源不足のためほとんど失敗に終わったが財源のみならず既存の教会施設が摂取されるのではないかという政治的危機意識から色々と抵抗されていた。サーエドマンド・アンドロスの逮捕ダドリーとランドルフによって 公開条例は執行されるようになったが、彼らは条例の一時一句への固執はしなかった。条例のいくつかの規定が不公平であること、違反行為が多めに見られていることなどを二人は理解しており、こういった状態を改善するために条例を修正すべきだと商務員に申し出た。しかしいずれにせよ、彼らの条例執行強化のために、マサチューセッツの経済は損なわれた。 ダドリーとランドルフは、最終的に、商業、行政、そして宗教に関することでは不安になった。私は、ダドリー氏から、トマス・ダン・フォース氏よりも、ひどい扱いを受けた、こうランドルフは知るし、剣を込めて、ダドリーを強硬派の行政官と比較したのだった。ダドリーが自治領を統治している間、商務員は、ニューイングランド議会からの請願をもとに、 ロードアイランドとコネチカットを自治領に組み込ませることを決定した。6月に発行されたアンドロスの委任状には書類が添付されていた。書類にはアンドロスの統治の下でロードアイランド、コネチカットを自治領に編入させるよう指示されていた。1686年の12月に総督アンドロスが到着し、直ちに仕事に取り掛かった。 ダドリーは評議員の一員であり、上級司法裁判所の裁判官であり、また出版物の検閲官でもあった。そして、ニューイングランド自治領全域にそれぞれ存在する法体系を調整するための委員会にも属していた。評議会は自治領に編入された地域すべての代表であると考えられていたが、議員の移動が困難を伴い、また、 建て替えられた旅費の生産がきちんと行われなかったため議会はボストンとプリマスの議員が支配していた。多くの住民はダドリーとランドルフがアンドロスの防政の中核を担っていると思っていた。裁判官としてのダドリーはこの上なく厳しい批判特上にさらされた。特にアンドロスから強要された税法、タウンミーティング法、そして 土地の権利絡みの法を施行した時の批判は大きかった。1688年の名誉革命の知らせがマサチューセッツに届くと、1689年にはボストン暴動が起き、4月にアンドロスは逮捕された。ダドリーはその時ボストン市外にいたが、戻ってきたところを逮捕された。ダドリーはこの時体調を崩しており、1000ポンドの保釈金を払って、 逮捕免除され、家に戻ったが、ボートたちが、家まで押しかけてきて、彼を監獄へ連れ戻した。ダドリーは、監獄で10ヶ月過ごした。この監獄生活は、一つは、彼の身の安全のためでもあった。その後、ウィリアム3世の命令により、アンドロスや他の自治療の幹部たちと共に、イングランドに召喚された。植民地当局は、 アンドロスとダドリーを起訴したが、ロンドンの代理人たちは、誰も国訴を取り仕切る体制になかったため、代理人たちは解任され、二人は釈放された。ダドリーは、この国訴に対して準備した弁明を、省務員に披露し、自分には、本国の方針による指示に従う意欲と能力がある、ことを訴えた。ウィリアム・ブラス・ワイト・ダドリーは、人脈が限られていたためロンドンで孤立しており、 ブラス・ワイトに援助を願い出た。また、同僚のダニエル・コックスにも、新しい職を世話してもらうよう頼んだ。コックスは、ウワスト・ジャージーの地主で、ダドリーをそこの副総督にと考えた。これらの、また他の人脈をたどって、ダドリーは、最終的に、ニューヨークの新総督ヘンリー・スルーターに、植民地議会の議長として推薦され、1691年に、 その任に就いた。議会の仕事に加え、ニューヨークのインディアンとも交渉し、裁判長として、ジェイコブ・ライスラーに判決を下した。ライスラーは、アンドロスの副総督だったフランシス・ニコルソンを、解任に追い込んだ1689年の、ライスラーの反乱の主会であった。この裁判は物議を醸し、ダドリーは裁判長として、多くの敵を作った。ライスラーは、 敗逆罪の判決を受け、死刑を宣告された。総督のスルーターは、当初は、ライスラーとその義理の息子、ジェイコブ・ミルボーンの即急な死刑執行に反対し、国王の決裁を待った方が良いと考えていた。しかし、議会で、反ライスラー勢力からの圧力がかけられると、スローターは考えを変え、1691年5月16日に、両名の死刑が執行された。 コットンマザーは、ダドリーが影響力を行使して、ライスラーの死刑執行を推進したと主張したが、反ライスラーの議員であったニコラス・ベイヤードの証言は、これを反爆するものとなっている。1692年、ダドリーは、ニューヨークを経って、ロックスベリーの自宅に戻り、自らの声優、例えば、ウィリアム・ストートンのような人物との寄りを取り戻した。ストートンはこの時、 マサチューセッツ湾直轄植民地の新総督、サー・ウィリアム・フィップスの下で副総督に任命されていた。1693年にイングランドに渡ったダドリーは、ニューイングランドでの官職奪還のため、一連の工作に乗り出した。正式に、聖公会の信者となることで、ロンドンで、体制側の政治家に宗教面での仲間入りを果たしたのである。ダドリーは、 初代カッツダンシャクジョンカッツという講演者を得た。カッツは、ワイト島の総督を務めており、副総督として、ダドリーを現地に送り込んだ。ダドリーとカッツは、政治の面で互いに援助し合った。カッツは、ロンドンで、ダドリーの利害を代弁し、一方ダドリーは、ワイト島で、カッツのための仕事を推し進めた。記録によれば、ダドリーの主な仕事は、 イングランド議会選挙の進行過程に詳細句をして、ワイト島内の各選挙区で、カッツが推薦した候補が当選するように取り計らう、ことだった。この工作のためにカッツは、ワイト島では、非常に嫌われていたが、1707年に死ぬまで、総督の座に居座った。ダドリーは、資金難のカッツを援助しようとして、カッツのギフト植民地で使用する貨幣を鋳造する。 許可を得ようとしたが、失敗に終わった。サー・ウィリアム・フィップス・バドリーの工作の主な目的は、マサチューセッツ直轄植民地の総督、サー・ウィリアム・フィップスの職を説くことだった。これに関しては、植民地代表部の目を逃れて、行うのは不可能だった。フィップスの統治は、マサチューセッツでは、人気がなく、政敵たちによる、 様々な告発に応じるため、イングランドに召喚された。フィップスが、本国に返すべき、関税収入を横領していた、とする古代な内容の告発をダドリーが流したことから、フィップスはイングランドに到着して、すぐに拘留された。1695年の2月、告発関連の審問が行われる前に、フィップスは死に、ダドリーは、 自分が次の総督になれると楽観していた。この時、ニューヨークとマサチューセッツのダドリーの政敵たちは力を合わせてダドリーの総督就任を拒んだ。ジェイコブライスラーの息子がこの時ロンドンにいて父親の資産の権利剥奪を破棄すべく働きかけていた。マサチューセッツ代表部のコンスタンティン・フィップスの援助により資産を戻すための法案が 議会に提出されていた。法案の討議では、ライスラーの裁判の再吟味が行われ、ダドリーは、この討議への出席と、自己弁護を余儀なくさせられた。その後、フィップスは、コットンマザーに、ダドリーの総督就任については多くは語られなかった、という手紙を送っている。フィップスの後継として総督に就任したのは、初代ベロモント伯爵リチャード・クートだった。 カッツは引き続きダドリーの便宜を図るために活動しており、1701年のイングランド議会会員の選挙に彼をニュータウン選挙区から出馬させた。このことにより、ロンドンにおけるダドリーの政治人脈が広がる可能性が出てきた。ダドリーはとにかく一時的にせよ、政治ではフィップスやマザーよりも優位に立った。1701年にベロモントが死去すると、 ダドリーは、マサチューセッツ総督就任の裏工作を始めた。今度はダドリーは成功し、1702年4月1日、マサチューセッツとニューハンプシャーの総督の委任状を、アンジョ王から受け取った。アンジョ王ダドリーは1715年まで総督を務めた。就任したての時期には特に、地方集会とはいつも衝突していた。それが、 ダドリーの行政の特徴であり、本国からの命によって総督として定額報酬をもらっていた。ダドリーとその後の総督たちは定額報酬について植民地の立法府からなかなか情報を引き出せず、常に本国のなしろと植民地の摩擦のもととなっていた。ダドリーは本国政府への手紙で自らの不満を強調した。それはある人物が、 イギリス王室も政府も嫌っており、いかなる進化の例も取ろうとしないというものだった。その当時、植民地の法務長官だった息子のポールに当てたある手紙の中ではこう書いている。直挙が無効にならない限り、この国は法律家と紳士が住むには値しない。この手紙の内容は開示されて出版され、彼の統治に反対する植民地住民を煽った。ダドリーはまた、 コットンマザーに変えて、ジョン・レベレットをハーバード大学の総長に任命したことで、勢力のあるマザー一族をも怒らせた。加えて、1689年当時に彼に歯向かった、評議会議員と地方集会の議長の選挙に一貫して拒否権を突きつけ、マサチューセッツ中で不人気を買うことになった。反対に、ニューハンプシャーの総督としての人気の間は、 好感を持たれた。ニューハンプシャーの立法府は、ダドリーが、マサチューセッツの性敵から不満を浴びせられているのを知り、女王の名において特に彼を褒めたたえた。ディアフィールド・キッシュアン女王を戦争中、ダドリーは率先して、植民地の防御に当たった。1703年6月、カスコアンで複数のインディアンに出くわしたことにより、フランスが、 組織化したインディアンの戦闘行為に先んじるつもりだったが、フランスはすでに自らの大義のためにインディアンを招集しており、この1703年の8月にメイン南部の植民地で奇襲による彼らの戦争が始まった。ダドリーは民兵を招集し、マサチューセッツとニューハンプシャーの辺境地帯、コネチカット側からメイン南部までにわたる地域を守らせた。 フランスとインディアンは1704年に仕掛けたディアフィールド奇襲への報復が急がれた。ダドリーはベテランの両兵であるベンジャミン・チャーチに報復のための遠征隊長の権限を与えアカディアに向かわせた。またディアフィールドから連行された捕虜の奪還同意にも携わった。この同意はフランスによりさらに適応範囲が広げられようとしていた。ダドリーはチャーチに アカディアの首都であり、経済の中心地である、ポートロワイヤルの攻撃を、はっきり否定したことから、ボストンの商人や、フランスの商人や密輸業者とグルになって、違法な取引をしていたマザー家の者に告発され、1707年、これらの批判の先手を打って、ポートロワイヤルに民兵を派遣した。翌1708年、彼の行政を辛辣に攻撃する本が、 ロンドンで出版された。その題名は、強欲で陰険な総督と、弱気な側近によるニューイングランドの惨めなありさまとい、いダドリーの解任運動の一環だった。1709年、ダドリーはまたも、民兵を召集し、ケベックへの遠征を計画したが、援軍のイギリス兵が、本国に呼び戻されて、中止となった。 1710年、イギリスからの援軍が到着し、ポートロアイアルの戦いにより、ポートロアイアルが陥落し、ノバスコシア植民地が誕生した。1711年、ボストンはまたもケベック遠征の拠点となった。イギリス軍と民兵の混成軍による、この遠征は、悲惨なものに終わった、輸送船が、セントローレンス川の岸で浸水、沈没したのである。 アン女王を戦争中、ダドリーは、ニューイングランド北西部のアベナ貴族相手の遠征を、組織したが、ほとんど功を奏しなかった。ポートラワイヤルの戦いの後、辺境地帯での小規模な奇襲もあったが、戦争は収まり、1713年の、ユトレヒト条約で平和が訪れた。1713年、ダドリーは、ニューハンプシャーのポーツマスで、 アベナ貴族と独自の和平交渉を行った。最低でもケネベック西部は、フランスの影響下から切り離すべく努力し、かなりの強行策を用いて、アベナ貴族の生活基盤である、交易の権利を差し止め、イギリス本国からの旅重なる要請であると脅しをかけた。ポーツマス条約では、これらの交渉は、本国からの何度もの要請によるものではあったが、 この要請が案に意味するものが、アベナ貴族の交渉者に説明されていなかったという証拠もあり、アベナ貴族は、両植民地の教会が、交渉の妨げになるのを、はっきり拒否していた。ダドリーの主張に対するヌーベルフランスの返答によれば、フランスは、アベナ貴族に、アカディアの一部とされていた土地を譲渡した。とあるアルゴンキン語族の族長はこれに応えて、 フランスはこのことに関して我々に何も言わなかった。なぜ何も問わずに土地をくれたのか不思議だ。それにもかかわらず、ダドリーやその後の総督たちは、アベナ貴族はイギリス国民として扱い、イギリスが植民地がメインへと拡大したため衝突が続くようになり、1720年代のダマー戦争へと突入した。 1713年、マサチューセッツとコネチカット領植民地の境界が実地調査により決定された。これは17世紀に定められた位置が正しくなかったためで、そのためマサチューセッツは本来コネチカットのものだった領土を割り当てることになった。ダドリーとコネチカット総督のガードン・サルトンストールは、その土地はマサチューセッツが引き続き所有するが、 その土地の価値と同等の分配をコネチカットに与えることで合意に達した。この土地は10万エーカーの面積でコネチカット側の両側に広がっており、現在のマサチューセッツ北部とバーモント南東部、ニューハンプシャー南西部に相当する。1716年4月に競売にかけられたことでコネチカットはその金額をイエールカレッジの資金に当てた。 ジョナサン・ベルチャー・マサチューセッツでは、安城戦争による通貨と財政の問題が悪化していた。1690年代から、マサチューセッツでは紙幣を発行し続けていたが、あまりに多くの通貨を発行したため市場価値が下落し、貴金属が多通貨で買い取られるようになった。これに、どう対応するかで、住民自身も、総督に関しても、植民地の意見が割れ、 1760年代まで解決の目を見なかった。負債を抱えた実業家たちは下落した通貨で危機として借金を返し、一方で債権者は通貨安定のための改革に努めた。1714年、ダドリーの政敵による大規模な改革が浮上した。土地帝等銀行が株主たちの財産で株を保証することで、 最大限5万ポンドを発行できるというものだった。ダドリーはこれに反対の立場を取り、立法府による信用証書で5万ポンドを発行するよう納得させた。財政面での強い利権にダドリーは狼狽しており、結果的にこれが彼の調落の原因となった。1714年の安城を崩御に伴い、ダドリーと副総督の任期は、 歴代の総督同様にその半年後で終了となった。総督の評議会は、ダドリーの性的に牛耳られており、任期終了時に自分たちの権限を強く主張した。1715年の2月14日に、評議会は、植民地検証の規定に基づき、総督と副総督不在時の統治についた。それからちょうど6週間後、イギリスからの知らせで、 ジョージ一世によりダドリーの任期が一時的に認められた。そして彼は3月21日に復帰した。しかし、ダドリーの政敵たち、特に土地帝都銀行の提案に関わった者たちは、ロンドンで運動を始め、国王に1715年の終わりには、大佐のエリゼウス・バージェスを総督に就任させるよう、働きかけた。バージェスの就任は、 ボストンで1715年の11月9日に公表され、ダドリーの任期がこれで終わった。バージェスは植民地にいなかったため、任期が更新された、副総督テイラーが統治を引き受けることになった。バージェスは、ジョナサン・ベルチャーと、ダドリーの義理の息子ウィリアム・ダマーの兄弟であるジェレミア・ダマーから買収され、 イギリスを離れなくていいから1716年4月に辞任するように言われていた。新しい総督はサミュエル・シュートで土地提供銀行の導入には反対の立場を取ると約束した。1716年の10月、シュートは植民地に到着して総督に就任した。副総督はウィリアム・ダマーだった。ダドリーは引退して家族の住むロクスベリーへ戻った。 シュートの総督に就任してからは、非公式な顧問役を務め、公的、または私的な行事に出席していた。彼は1720年の4月2日にロックスベリーで、死去し、総督の地位にふさわしくおごそかな葬儀が行われ、ロックスベリーのエリオット墓地の父、トマスの隣に埋葬された。エリオット墓地のダドリー家の墓標1668年、ダドリーは、 レベッカ・ティングと結婚した。レベッカは、ダドリーの死から2年後によう去った。彼らの間には12人の子供が生まれ、10人が成人した。息子のポールは、マサチューセッツの司法長官及び主席裁判官を務めた。マサチューセッツの地名ダドリーは、彼の息子ポールとウィリアムにちなんで名付けられた。この二人がこの地の最初の地主だったからである。 ダドリーは死去の際、マサチューセッツ、主にロックスベリーに広大な土地を所有していた。これは今のウースター軍にあたる。ロックスベリーの土地は、ウィリアム・ストートンと協力関係にあった、ニプマク族から購入したもので、フランスのユグノーの入植地を作る目的で貸され、マサチューセッツ州オックスフォードの一部となっている。ダドリーは、しばしば彼の地位を利用し、特に、 ニューイングランドの評議会議長や植民地総督の地位を利用して関心を持った土地の権利を得、この観光は友人や親類や職務上の協力者をも利することになった。エドワード・ランドルフはこう書いている土地の権利を手に入れるなど不可能だ。これは国王陛下の土地である以上、まず裁判がなされるべきなのに裁判官たちもみなぐるだった19世紀の歴史家。 ジョン・パルフレイはダドリーについてこう述べている。裕福であり、知的な物腰で、物事に従順な人物である彼が若い頃に、政治的なツテや関係を作り出したのは、彼自身のさらなる成長のためとしている。また、血縁関係を都合よく利用して、マサチューセッツのピューリタンの頂点に立ち、イギリス本国にツテを作った。しかし、 権力への悪なき追求が必要になると、植民地での人間関係を裏切った。トマス・ハッチンソンは後に、やはり総督となったが、広範囲にわたるマサチューセッツの歴史書をものし、その中で、ダドリーを、こう描写している。彼は、名誉や権力への、大いなる欲望と、人徳とを合わせ持つことができた博物学者の、エベレット・キム・ボールはこう書いている。 気象の面で弱点があったにもかかわらず、かなり女性がなく、また、人間的魅力があり、他のすべてに失敗しても、時に敵を友人へと変える能力があった。ダドリーの肖像画は1704年に描かれたものと、言われる。この肖像画が描かれてから、20世紀までは、直系の子孫が保管していた。2006年にエルドレッドの競売にかけられ、多くのインターネットのサイトが、 19世紀に撮影されたこの肖像画の白黒反転写真を誤ってダドリーの父親のトマスであると掲載した。ありがとうございます。